どうもお疲れ様です。速稼塾の久保です。今回ですね、ノクさんから送っていただきました野球の判定について最近燃えてるみたいですよね。まあ野球ってのはね、非常にルールが複雑で、まあ飛んできたボールをバカーンと打てばいいんですけども、それがですね、細かいところになると意見が分かれるんですよね。で、野球にはなんでね、あんなに審判が3人も4人もついてるのかというと、それはルールをよく知った選手同士ですら判定がつかないことがあるから、審判というね、第三者の判定者がそこで、ジャッジをするという、そんな役割を担っているんですよね。まあでも所詮人間がやることですから、間違うこともあるし、場合によってはね、そのスピード感のあるプレーの中で見落とすってこととか、ルールを誤解するっていうこととかね、あと審判がやっぱり数が多いだけにね、意見が分かれる、判定が分かれるってこともあると思うんですよ。まあ、それも野球の醍醐味の一つなんではないかなと思います。今 YouTube が発達してますんでね、YouTube でいろんな珍プレー、好プレーとかね、誤審っていうね、キーワードで見ると、本当にね、判定を間違えたんじゃないかなっていうのが、そのまま間違えたんだけども、一度審判が宣言して、もうゲームが進んでしまったからということで、ゲームを戻さずにそのまま行ってしまうっていう例もあるんですよね。まあ、非常に気持ちの悪い試合になってしまうんですけども、それも、野球にはあることだよねっていうことを織り込みながらやっていった方が私いいのかなと思うんですよ。場合によっては、その誤審をですね、疑われた審判、もしくは本当に誤審をしてしまったんだけども、その誤審のままゲームが進んだことによって、重大な責任を感じたその審判の方がね、もしくは多くの方が SNS によって、そういった誤審をした審判を叩くことによって、審判の萎縮が起きてしまったりとかね、まあ中にはね、やっぱりこう、自ら人生をやめてしまったみたいなことが例が起きてしまって遅いですからね。だからなんですよ。難しい時、もしくはカメラでないとわからないような時。でもカメラっていうのは、やっぱりこう時間が経ってからやっと見直すことができますから、その時はもう試合が進んでしまってるんですよね。だからそれとは別に、その瞬間、このタイミングなら、これならもう審判がそういうふうに判定してもしょうがないよねっていうふうな、そういうふうなのも、まあ一部ね、まあ、グレーゾーンとして用意してもいいのかなと思います。やっぱりね、フェアゾーン、ファールゾーンってあって、そこにボールがどっちに転んだみたいな簡単な例から、フィルダースチョイスみたいな、ちょっと特殊な例とかね、あとはインフィールドフライとかね、非常に濃いなのか、そうでないのか分かりにくいルールって結構あるんですよ。で、最近ね、私ね、ちょうどですね、昔の野球アニメで、キャプテンっていうのを見てたんですよ。そのキャプテンっていうアニメっていうのはプレイボールまで続編が続くんですけども、両方アニメ化されていましてね、これ原作者の方が途中でお亡くなりになったんですけども、ファンの方が続編を書き続けたっていう、まあそういうふうなね、いわくつきの作品ではあるんですけども、また別のコーナーでね、この千葉明夫さんっていう千葉哲也さんの弟さんのね、原作者については語っていこうと思うんですけども、そのキャプテンとかね、プレイボールっていう中にはほとんどラフプレーとか審判にフォーカスが当たる場面ってのはないんですけども、たった一つだけすごく面白い例があったんですよ。それはキャッチャーなんですけども、キャッチャーがね、バックホームの際にキャッチャーマスクを取りますよね。通常そのキャッチャーマスクはランナーの邪魔にならないところに放り投げなければいけないんですけども、そのキャッチャーが濃いかどうかわからないけども、ランナーの進行方向にパカンと置くわけなんですよ。そうするとランナーが滑り込んでホームベースに突っ込むことができなくなる。ね、キャッチャーマスクがあるだけで。で、それを計算したのか偶然なのかわからないんだけども、置いてあったことによって、ホームイン、要するに、滑り込むんですよね。滑り込むタイミングが取れずにアウトになってしまうっていうところがあったんですよ。じゃあそれは、果たしてルール違反なのか、走者妨害なのかってことは非常にわかりにくくって、そうした工作スプレーの中で、どんなに頑張ってもたまたまそこに置いてしまった、あってしまったっていうのは、これ本人の意思確かめようがないですからね。だからこそ審判がそういった走者妨害になるなみたいなものが落ちてた場合は、その、なんですかね、キャッチャーマスクとかを進路からね、こう蹴り上げてどかせるみたいな起点が効けばいいんですけども、それも審判が気づかなかったり、それから遅れたりするんですよね。下手に手を出そうと思ったら今度はね、審判が妨害をしてしまう場面になったりしますからね。まあそういったのもあったり。あと昔現実的にあった例なんですけども、審判って腰にね、予備のボールを何個かケースに入れて持っているものなんですよね。で、ある時白熱した試合の中でボールが飛んできてね、
で、ピッチャーが投げました。それでバッターがパチンと打ったら、それがあのキャッチャー前にバウンドして、こう弾けたんですよね。で、なんで弾けたかっていうと、なんとですね、審判がこうやって注目してたところ、腰からそのボールが落ちて、落ちたボールがホームベース上に落ちて、でそれに気づかずに打った打球がそれに当たって、パカンとね、弾けたようにボールが2個になったみたいなね。で、一瞬混乱して、で、ピッチャーは、どっちでもいいからそれを一塁に投げろって言ってからね、一塁でアウトにしたんですけども、それが一体なんでね、2つのボールになったのかっていうこと、みんな混乱したんですよね。あとは、その2つのボールのうち、どっちが今、あの、投げたボールなのかっていうことで、また判定分かれたりとかしたんですけども、結局これノーカウントになってやり直しになったらしい、その審判のね、ボールケースの蓋を閉めてなかったっていうミスだったらしいんですよね。だからね、こういうことがいろいろコンテンツの一部としてどん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 出てくるのも野球の面白さであり、そういうことがあるから未来永劫ルールっていうのは改定されていくっていうふうなね、経緯をたどるんじゃないかな。それからテクノロジーも発達してですね、あの、審判がボールをこぼさないようなボールケースが開発されたりとか、そういうのもあったんじゃないかなと思うんですよ。まあですんでね、ほとんど緻密に組み上げられた野球のルールなんですけども、どうしてもね、ヒューマンエラーとか勘違いとか思い込みとかっていうのが起きると思うんですよ。だからこそカメラがね、いくつも入ったりとかして、カメラ判定があったりとか、審判の判定はその瞬間下ったんだけども、本当はどうだったのかなっていう風な検証っていう新しいコンテンツが生まれたりするのかなと思います。まあですんでね、今回の判定もどっちだどうだっていう風にね、意見分かれると思うんですけども、だからこそ審判がこうしましょうっていう風に決めると、その決めたことに対してはいろんな異論反論があるかもしれないけども、試合はそれで公式ということで残すんじゃないかなと思うんですよね。これはあらゆる場面で起きます。裁判でもね、あの、裁判長が NHK にすごく有利な判決を書いて、ほとんどね、詭弁でもないようなめちゃくちゃなね、判決を書いたりするんですけども、それが一種で事実としてまかり通って、まあ裁判所もね、NHK との味方というような形も取れるんじゃないかなと思いますよね。ちょっと話ずれましたけども、余談ついでに申し上げますと、裁判長、ね、裁判の NHK に有利か不利かっていう判定をなんでね、NHK 有利にするかっていうと、NHK の機嫌を損ねると、裁判長も NHK にあれやこれやとネタをほじくられて報道されて、裁判長という職位を奪われるからなんですよね。だから、みんなして放送に怯えてるんですよ。これは政治家もそうですし、なんとね、司法の最高権力を持ってる裁判長も法務大臣も同じなんですよ。だから国会議員の皆さんはね、NHK に出れることを喜んで、で、NHK の国民から強制的に受信料を徴収することに誰も反対できないんですよね。まあ唯一反対してるのが NHK 党ということでございます。だから NHK の立花さんも、あの、悪く報じられるときはね、むちゃくちゃ悪く報じられるんですけども、あの、YouTube をご覧の皆様は、実は立花さんはね、そこまでひどいことを言ってない、やってないってことが分かったりするんですよ。まあいかにしてもね、報道の力恐ろしいなってことが伺えるような、そんなエピソードですけどね。はい、野球の判定に関しましては、あの、判定が分かれるものも込みで、ゲームの面白さ、そういう風に捉えればいいんじゃないかなと思います。もちろんね、その試合その試合で成績とか、それからいろんな人生が変わってしまう人もいますけども、まあ、勝負ってのはそういうもんだということなんじゃないかなと。そこでもうね、割り切れないものを割り切っていくしかないように私は思いますけども、いかがでしょうか。それではお疲れ様です。